あげむし。せよ。あげむし。マシマシ。テレーン。力強く始まりました。はい。今回はラーメン豚丸本店。うん、一応中野区でございます。うん、中野っていうのは結構二郎系少ないんで、うんうん、で貴重なお店ですね。中野といえどですね、うん、あの駅は西武線の富士見台駅、池袋線ですね、通路のところにありますね、はい、でこちらね豚丸というお店が結構全国にいっぱいあるんですね、うん、ところが、うん、あのまあ、本店とついてるんですけども、例えば千葉県にある豚丸さんとは全然違います、うん、八戸にも豚丸さんあるんですけども、豚丸サードさんがあるんですね。サードさんちょっとあの本店とサードで同じかな思いがちだけど、メニューと全然違うんで、うん、なるほどね、はい、で、メニューはブーロー、ブーローという風になってまして、で汁なしブーローに玉ブーロー、うん、玉ブーローというのはあの玉ねぎと、うん、いろいろ入ったやつです、うんうん、はい、はい、で私は今回ですね、うん、ブーローのブーロー中です、うん、中、まあ、台もあるんですけども、うん、かなり燃料あるんで、はいはい、ちょっとビビっちゃって、うん、中にしております。はい、100度こちらー、おい、全部マシマシで、豚も増してですね、うん、一番下ですね、うん、炙り仕様ほう50円、豚を、いやこれがですね、なんとですね、うん、豚も油も炙ってくれるんですね、まあまあ、まあ、ちょっと豚とねなんか見分けがつかなくなるんですけども下側こう油炙ってますよ、ね、なるほど、はい、でですね、卓上の辛めボトルがございません、うん、なので最初にまあ辛めって言ってくれると、まあ上にねビビッとかけてくれますんで、なるほど、はい、そしてコールはですね、どうやって食券をこう渡すときに、うん、まあ何々でって言うんで早めに考えてください。これには理由がありますんで、あ、なるほど、はい、うん、後ほど見ていきますが、はい、いただきますということで、うん、私が座ってるのがこのお座敷なんですね。あ、あ、ドアが、そうなんです、香ばしい豚から行きました。いいですね、炙りは、ね、そうなんですよ、まあ、赤身がちょっと多いんでね、うん、あのホクホクして柔らかい食感特徴的、うん、あね、香ばしさがねやっぱ突き抜けるんですね。いい豚さんですよこれは。で、そしてお野菜、うん、器がねすごいでかかったんですね。あ、そうなんですね、はい、なので普通の標高のやつより容量多いですよというのが注目ポイント、うん、ちょっと蓋寄りかなと、うん、ね、やっぱり上からの返しがうまいかなと、うん、ですね。さあ来ました、炙り油、炙り油食べたことがない、あ、油っこくない、油なのに、油なのに、はい、油なのに、個人の見解ですけど、うん、炙った時にどうやらですね、うん、余分な油落ちてるんですね。あ、まあそれはそうかもね、はい、うん、でスープの上にその落ちた油乗ってるんで、うん、後ほどスープがこってりしていくということになります、うん、あ、なるほど、はい、でちょっと味付けがあるんでね、うん、こうマシマシ野菜とこう交互に食うと美味しいですよ、うんうん、これがそのスープですね、うん、非乳化なんですが、先ほどの油でちょっと乳化したようにも見えます、うん、ね、テイスト的には、まあ、甘めのスープ、うん、ちょっとこう醤油感よりですね、うん、こう旨味とかコクを感じる方が強いかなというおスープ、うん、ね、優しめなんでね、こう油の良さを消さないという、うん、ね、うん、こうなんというか優しい配慮もあるんですね、うん、全ての人を生かそうという生かそう、生かそうという発想されてるんですね。さあこちらラーメンと汁なしで燃料が違いますね、うん、汁なしの台なんかにするとなんと、あらわ、ゴーゴーですから、ゴーゴー、これは相当な量なんで気をつけてくださいね、でこれがまたね、縮れた上に弾力ある、うん、ヘビでもすすってんじゃないかと思って、ねえよ、スネーク麺です。ベアグリルスじゃん、ベアグリルス、うん、ちょっとね私は聞き慣れない単語ではございましたけども、すいませんね、ヤマタのねオロチを一本一本こうすすってるかのようなね、何マタオロチだよじゃあこれ確かに、まあ極端、苦手な人にはなんと、うん、あのちょっと細い麺も用意してますんで、うん、あの選べますよということで、スキブとかトンネルかと、そしてニンニクはねちょっと粒がねこれあの小さめということはですよ、うん、これはね、うん、その前にでしたね、何でしょう、すいません、何でしょうか、マイルドニンニクなんですが、はいはい、粒が小さいんで麺と絡みやすいという、あ、なるほど、結果的には口に含む量多いんで、うん、強烈ニンニクというイメージになりました、はいはいはい、そしてねこういう時はね優しいスープをね、うん、めちゃくちゃニンニクを溶かしてね、うん、すごいこう飲み込みかなと、そんなもんだ、じゃあ黒胡椒、うん、そして白胡椒もあるので白黒胡椒ということで、うん、まあ、あの黒のね、うん、ボトルの方がでかいんで、うん、
っぱ人気度は黒なのかなと。まあ、競り度はちょっとまあ補充のタイミングがいろいろあるからね。あるかな、そうかな。別だと思いますけど。あ、そうですかね。わかんないけどね。まあ、スープにね、先ほどの油膜が多めになるんで、うん、胡椒を入れてちょっとリセットしていきましょうと、うん、いうことですね。リセットなんですかね。まあ、です。まあ、もうグッドサイン出ました。うん、はい、で、シンプルな表現になっちゃうんですけど、はい、極太麺にんにく絡みます、うん、胡椒絡みます、うん、で麺自体の弾力もあります、うん、一口一口がクリティカルヒットです。あ、出ました。クリティカルヒット一個一個になっちゃうんですけど、あら、すごい、すごいミニと思ってたんですねこれそうです。最後はお酢でね、まあこんぐらい強かった、うん、あ、もう悩んじゃってまた、うん、いてつく波動です。あ、今日はドラクエの日だったんですねすいません、あのたまたまね、もう一回連想しちゃっただけです、なるほど。あ、いやー、全クリ、うん、あ、ドラクエの日だったんですね。実はゲームに予測チャンネルだったということでね、バシバシレベルは89.55、うん、野球に55ということでね、松井秀樹の、お、確かに、いや、そうか、確かになのか確かにかどうかあれですけども、うん、まあ豚丸さん、はい、言っちゃいましたが、うん、先ほどあのコールをね先に言うというのはですね、はいはい、例えばだからお座敷があるんで、うん、1回1回聞きに行っちゃうと、あ、なるほど、ね、ちょっとね、あのレンジがあるんで、はいはい、だから多分先に聞くように統一したのかな、なるほど、いうことですよ。都内で23区で、うん、お座敷があるっていうのは、あ、そうな、藤丸以外にあったかなっていう、藤丸はまああるんですよ、西新井以外は、うんうん、本店と梶原はあるんですけど、なんかこの豚丸さんがここに来て、珍しいですね、はい、4人ぐらい座れるん で、うんうん、で今回は私あえて撮影のためにちょっと僕どうぞって言われてくれたんで、ありがとうございます、すいません、はい、実はこの富士見台駅というのがね、うん、もう 1,2店舗あるんですよね。あ、富士見台の集中店なんか集中してんだけど、うん、駅の北側は、うん、もう練馬区なの、うん、だからその同じ場所なんだけど、うん、同時にヒットしないんですよ、練馬区と中野区で検索かけて。あ、なるほど。そうだから意外と1店舗しかないみたいな感覚になるけ ど、うん、実は富士見台駅2店舗ある。駅で見ればってことですね。区で見ちゃうと、あ、そう、区で見ちゃうとあれ、うってなるけど、はい、 ね、なのであとあの中野のお店だっつって、うん、中野に降りがちな人いるけど、うん、ちゃうからねと。まあ中野区だけどっていうね。そう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 、中野区って意外とあの広いですから、はいはい、そのあたりはあの要注意ということでね。なるほど。あと、うん、豚丸さん、うん、関連ないお店って言ったけど、うん、関連してたらすいません。あー、ちょっと調査中でしたか。そう、調査中。冒頭で言っちゃったからだこれ。すいません。まあね、コメントにその辺の違うお店だよって知ってる人いたら。調査中です。はい。すいません。そのあたりよろしく。最後まで見てください。最後まで見てください。ということで、豚丸本店さんでございます。はい、ごちそうさま。はい。